はね、うちの音紫椎って言うもんな。なんかこれ吐くもん。いやそう、だから木蓮、紫の木蓮。もともとこれしか私ら知らんかったから、田舎おるときね、ナスビ。これは何や。それ書き同士で、この間からロストや。知らん思って、何でも、でも小畑さんが教えてくれ、知らんかったよ、私も。これまで。そんなに、パキンのバギーのようなの。味になって、ちょんちょろちょんで。綺麗、花いかだで、ほら。あれが、さっき。